ルイス・ロベルト・モイランは、キューバのシエゴで、アビラ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。2015年、2015WBSCU-18、ワールドカップのキューバ代表に選出された。同大会では、ベストナインに選出された。2013年から2015年まで、セリエナシオナルでベースボールのティグレスでシエゴでアビラで、 プレーした。2015年には、打率3割キューブ3輪、12本類三39、打点、11盗塁を記録した。2016年6月、キューバ代表として、カナディアン・アメリカン・リーグに出場した。11月、MLB でのプレーを目指して、キューバからアメリカ合衆国へ亡命した。2017年4月20日、フリーエージェントとして認定された。 2017年5月27日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結びプロ入りを果たした。同日中に入団会見と支給式が行われた。契約後、参加のルーキー級ドミニカンサマーリーグホワイトソックスでプロデビュー。28試合に出場して打率310、3本塁打、14打点、12盗塁を記録した。2018年は ルーキー級アリゾナリーグホワイトソックス、A 級カナポリスインティミディターズ、A 級ウィンストンセーラムザッシュでプレーし、3球団合計で50試合に出場して打率。269、17打点、15盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2019年は A 級ウィンストンセラム、A 級バーミングハムバロンズ、 トリプル A 級、シャーロットナイツでプレーし、3球団合計で122試合に出場して打率、328、32本塁が、92打点、36盗塁を記録した。7月には、オールスターフューチャーズゲームのアメリカンリーグ選抜に選出された。2020年1月2日にホワイトソックスと2025年まで6年、総額5000万ドルで、 契約更新し、40人枠に登録された。シーズン開幕戦となった7月24日のミネソタツインズ戦に7番中堅守で先発出場してメジャーデビュー。この試合ではメジャー初アンダーを含む2アンダーを放った。その2日後の同カードで前田健太からメジャー初本塁打を放った。ありがとうございます。